私ね、言霊シンガーっていう名前でね、杉山明兄さんっていう師匠の下で弟子してて、一番弟子です、イエイ。で、明兄さんが作詞作曲した歌をのれん分けで歌ってる言霊シンガーです。だから私が歌う歌はほぼ作詞作曲杉山明。ね、その兄さんが生たね、ヒゲのトレッドの怪しい62歳のおじさまなんやけどな、なんかおもろおっさんやね。なんか 絵も描いてて、俺もっと絵描きたいからライブ減らすとか言い出すから、みたいな。だからじゃあ私歌いますって、ね、ギターもな弾いたことないのにな。 6年前2015年にアキラさんのライブを初主催して、その次の年の2016年に学童の先生当時しとったんやけど、やめてな。無謀ザ無謀やめてね、ついて歩きますって、アキラ兄さんのライブついて回って、ギター弾いたことないんでギター習い始めて今でアルペジオとかもつい最近ようやく弾けるようになりましたぐらいの素人やけど、こんな無謀な人おるみたいな。ね、やばいよね。だからそう、だからもともと教育の分野で、もう子供の頃からの夢は先生になることやったからさ、もうなんかこの人の歌を下手でも何でも目の前の一人に届ける人になりますとか言って、それで生活できるとか何も考えんかった、なんか知らんけどやめるってしてな、やってな。でもな、今なまた生活がちょっと変わって、兄さんのオンラインサロンの企画管理にも去年の10月までしとったけど、ちょっと私地に足つけて生きなあかんような気がする言ってな。去年派遣社員で工場とかでも勤務して、ちょっと8時間働けるか試してみて実験な。それで2月で辞めて3月に就職活動して、ようやくね、聞いて、ようやくね、面接受けていいよっていう返事が今日来た。だからね、オンラインで面接受けるかリアルで行くかなんだけど、ちょっともうそこ決まるつもりでおるけど怖いよね。それ落ちたらもう正社員何も働くとこ決まってないけど、ただ行きますってことになるやけど、だってそこがちょっと無謀やねんな、いつもな。応援してくれるとめっちゃ嬉しいやで、めちゃめちゃ嬉しい。ちょっと頑張ります。私のお箱を一曲聴いていただいてもいいですか。学童の子供たちのこともね思い出す、愛することをやめないでっていうタイトルで、シングルマザーとかシングルファザーとか共働きのお子さんが学童保育には来るんやけど、やっぱ自己肯定感ちょっと低い子も多いねんな。忙しいからさ、お母さん、お子供めっちゃ愛しとるんやけど、めっちゃ暴言吐いてしまったり、めっちゃイライラしてて、忙しいからかな、子供を迎えに来てランドセルボーン蹴ってさ、早しろーらーみたいなお母ちゃんがいるけど、子供はな、やっぱお母ちゃん大好きやねんな。だからそんな言われてシューンするけど、あのお母さんとお父さん大好きやねん。で、あの僕なんてとかね、私なんてって思うけど、どうか愛することをやめないでっていう気持ちでこの歌を歌います。これね、ちょっと恋愛のような歌でもあるけど、なんかね、この特に2番を歌うと、関わってきた子供たち、どうか愛することやめないで、私はあなたたちのことめっちゃ好きやでって思うの。そうなんだよね、子供って本当に純粋に親のこと大好きやねんな。だからもう愛されてんだよ、あんた本当。そんなお母さんそんな言ってしまうけどな、忙しいだけやねん、ごめんな、ほんま代わりに謝っとくわ、ごめん、先生は好きやでお前のこと言うてたまにやんちゃするけど、そういうとこも嫌いやないでって思う。なんで、あの下手なのは差し引いて、あの言葉歌詞をね聞いてもらえるとみか嬉しい。じゃあ、どうか愛することをやめないで。違いなく愛されてる、なんやったら私が愛す愛する方やめないで、どうか愛することをやめないで、好きになるのをやめないで、あなたの生きる証そのものだから、愛することをやめないで、どんな辛くてもやめないで、あなたは愛の生まれ変わりだから、ああ愛することを教えてくれたあなた、
今は忘れることを教えて、もう傷つきたくない、恋なんかしない、もう誰も愛したくない。たとえ海が枯れ果てて、太陽が燃え尽きて、この世を闇が覆っても、消えない日がある。どうか愛することをやめないで、好きになるのをやめないで、あなたの生きる証しそのものだから、することをやめないで、どんな辛くてもやめないで、あなたは愛の生まれ変わりだから。ああほんのちょっぴり強くなったわ、あなたも悩んでいたのね、ああ自分の痛み知って初めて、ああ人の痛みもわかった。たとえ私が年老いて消えていっても、この歌を残してゆく最後の希望を、どうか愛することをやめないで、好きになるのをやめないで、あなたの生きる証しそのものだから、愛することをやめないで、どんな辛くてもやめないで、あなたは愛の生まれ変わりだから。ありがとう。車で練習しながらよくねこの歌歌ってたんですけど、泣いてました私もよくどうしてもね子供たち側の立場に立って考えすぎちゃって、もう泣いちゃうんですよねなんかこうやってねオンラインでどこの方かわからなくてもこうやってお会いして歌詞が届くって本当喜びですわ。